源の三長は、平安時代末期の美濃源氏の武将。源の三信の子。時三長とも記される。通称は、出羽法願。美濃源氏の豪族と騎士の総領となり、平氏政権下においても、源氏の流れを組む、在京の武者として、ケビ氏、佐衛門の城を務めた。自称4年5月、持人王による、挙兵の桑立が露見しまもなく、王に、 ハイルの命が下されると、源の加熱綱と共に、ケビー市長の兵を率いて三条高倉邸に追部に向かった。しかし、源のよ政の知らせを受けようはすでに逃げ出しており、代わりに屋敷にいた家人の長谷部新殿と合戦となり、新殿及び、家シ、女官らを捕獲した。その後、ミノ、大海両国で起きた兵家に対する大規模な反乱では、見つながら、 美濃源氏もその中心的存在として放棄し、翌葉は元年、大海を鎮圧した後に、美濃へと攻め込んだ追悼軍に敗れ、巨城を落とされる。そして同年3月には反乱への火星により、開巻された。樹影2年7月、北陸道より進軍した木曽義仲に従い入居し、8月の地獄で放棄神に任じられる。しかし、 吉中と後白河院の関係が悪化すると因果たに、月、同年11月の宝十字合戦では、ただ行きつならと共に因果たの主力として、御所の防衛に当たったが、激闘の末に、この光行ともども打ち取られ教師された。その後、時氏の総領は三男、高校が継承した。平時のラニー後、国府サルミノ源氏の人物で主だった活動が、 資料上に見えるのは三永長のみである。ただし、孫貴文脈では、時氏の着流を、更新、後期イコールを高とし、三永長を含めていない。孫貴文脈、自称4年4月に、ケビー氏、エモン少位であった。この戦いで三永長の老頭後6人が負傷した。なお、同じく追分に当たった加熱なには、兵の損害に関する記述はない。ありがとうございます。